バスクリン1950年株式会社バスクリンは東京都千代田区九段北に本社を置く東証一部上場のアース製薬グループの日本の日用品メーカー。また、バスクリンは同社が製造・販売している同社の代表製品たる入浴剤である。2010年9月1日に津村ライフサイエンス株式会社から称号変更した。コーポレートスローガンは 健康は進化する。株式会社バスクリンの主事業である入浴剤は、1897年に、津村順天堂が発売した、日本初の入浴剤、浴剤中醤油が起源である。津村官方記念館館長の田村元子によると、婦人薬の製造で余った気薬を社員が風呂に入れたところ、身体が温まったことが、ヒントになって開発されたという。 その後、1930年に、浴剤中醤油をベースに、温泉成分と芳香を加えた、芳香浴剤、バスクリンを発売する。バスクリンは、当初、発汗性に優れかきの浴用に適さなかった、浴剤中醤油に対して、夏用入浴剤として発売された。太平洋戦争末期の1945年には、原料、資材、 人材等の不足による生産中止に至ったものの1950年に生産を再開2010年で発売80周年を迎えロングセラーブランドとなっているまた1972年には日本初の浴槽洗浄剤バスピカを発売手軽さが支持されてヒットしたしかし津村がバブル経済期までに 多角的な経営をしていたことが災いして業績が悪化し、さらに1997年に創業一家による特別廃任事件が起きたことでピンチに陥る。1995年に第一製薬から風間、八左衛門、吉純淳一らが昇聘され、それまでの事業を整理し、医療用漢方製剤を中心とする事業へのシフトを開始した。 家庭用品事業についても黒字化を達成すべく努力が続けられ2006年3月期に営業黒字化が達成された営業黒字化を受け家庭用品事業の継続と自立をより強力に進めるため家庭用品事業の分社化が決定した2006年6月に津村の完全子会社である津村ライフサイエンス株式会社が設立され2006年10月に 家庭用品事業が、つむらから、つむらライフサイエンス株式会社へ継承された。2008年7月に、医薬品事業と家庭用品事業に、シナジー効果が少ないことから、企業価値を高めるために投資ファンドのワイズパートナーズの支援を受け、自社株取得により、つむらグループから独立することになった。2008年8月に、つむらライフサイエンス株式会社の、 全株式が、ワイズパートナーズが新規に設立した、株式会社プルメリアへ売却された。2009年1月に株式会社プルメリアが、つむらライフサイエンス株式会社を、吸収合併し、称号を、つむらライフサイエンス株式会社に変更し、つむらから完全に独立を呼び離脱した。この時は、T のマークと、つむらの従来ロゴは引き続き使用されていたが、 2010年9月に株式会社バスクリンに称号を変更しロゴも一新された。分社化後は津村との人的、資本関係は一切なく完全に距離を置いており、入浴剤のパッケージ理念には株式会社バスクリンは株式会社津村から独立した会社です。の表記がある。ただし津村順天堂時代からの商品であるバスハーブは バスクリンが製造販売承認を保有しており、津村への OEM 供給により、分社化後も津村で販売されている。2012年2月29日、アース製薬がバスクリンの株式、新株予約権を取得し、完全子会社化した。なお、親会社となったアース製薬や当社と同じアース製薬参加で2014年9月1日に、 株式会社白玄からの譲渡により、事業を開始した白玄アース株式会社でも、当社と同じように入浴剤を扱っている。2018年8月には、アース製薬のバスロマンとの大型リニューアルに伴って、バスクリンで採用されている、紙製楕円形容器が、バスロマンにも採用され、当社静岡工場製造となった。 入浴剤ボディケア製品は通信販売限定品、入浴剤、バスタイム製品育毛剤バスキッチン用洗剤、その他他、多数テレビ CM は、社名変更から約1ヶ月経過した2010年10月2日より、放映を開始している。企業 CM とバスクリーンの CM の2パターンがあり、いずれも、女優の松下由紀を起用していた。また、 同年11月からは、旧津村ライフサイエンス時代に、オアシズを起用していた、キキ・ユのテレビ CM も新社名版として、再放映された。その後、キキ・ユのテレビ CM は出演者の交代や、製品リニューアルにより幾度か改定が行われ、2011年10月22日から、約2年間、加藤愛が起用され、2013年10月21日からは、 おぎやはぎが起用されている。また、インセントスカルプニョッキのテレビ CM には、浜野健太が起用されている。なし ABC 本社移転に関する、お知らせ、株式会社バスクリン2014年8月1日、プレスリリース ABC 株式会社バスクリン第12期決算、広告 ABC 株式会社バスクリン第13期決算広告、一五一へ。 漢方の歴史伝える、もったいない精神今も、日経産業新聞2017年6月8日、ニューヨークの歴史はピバス株式会社バスクリン、バスクリン、昭和初期からの長い歴史、家庭用品事業の分社化に伴う新会社の概要について。株式会社つむら2006年6月29日、プレスリリース株主交代に関するお知らせ。 株式会社バスクリン2008年7月15日プレスリリース株式会社バスクリンの株式等の取得のお知らせ当社株式の移動に関するお知らせ株式会社バスクリン2011年12月28日プレスリリース入浴剤文化を創造してきた二大ブランドバスロマンバスクリンをリボーンアースグループ入浴剤商談会にて今後の方針を発表 アース製薬株式会社、h t t p s c o ト p e a r t h j p j p e v e n t r e p o r t 2 0 1 8 p d f 0 6 0 1 0 1 p d f 2 0 1 9年1月23日閲覧。つむらライフサイエンス株式会社へ、商計家庭用品事業新たなスタートへ株式会社。 つむら2006年10月2日、プレスリリース。つむらライフサイエンス株式会社の株式譲渡に関するお知らせ。株式会社つむら2008年7月15日、プレスリリース合併に関するお知らせつむらライフサイエンス株式会社。2009年1月5日、プレスリリース。つむらライフサイエンス株式会社が株式会社バスクリーンに社名変更。 つむらライフサイエンス株式会社2010年1月20日プレスリリース株式会社バスクリンと JOC はオフィシャルパートナーシップ契約に基本合意バスクリン2013年1月7日バスクリンがギネス世界記録に認定 株式会社バスクリン、https コロンスラッシュスラッシュ www.bathclin.co.jp スラッシュニューススラッシュ2019スラッシュ032671042020年8月5日閲覧。ザ・エピソード商品開発物語、バスクリン、発明2012年9月号。ありがとうございます。